池袋テレビファイティング。皆さん、あ、お元気ですか。もともと演技、大学は演技志望ではなかったと、専攻ではなかったと聞いていますが、大学の전공ありますか。ね、전공え、전공か、あ、中間에가깝습니다。中間에、연기를너무하고싶어서그대학교시험두번을봤는데요한번은떨어지고한번을더봤는데홍익대라고아세요 홍대あの大学の専攻は違う専攻だったんですけども演技の仕事をすごくしたあ演技者になりたくって途中で辞めて大学を2回受けました。홍대라는한국에서좀유명한학교에홍익대학교って言って홍대クラブでちょっと有名な학교ですね。で、はい、거기경영학과에붙었어요。そこの홍익대학교エリートです。すごい、私初めて聞きました。そこの経営学に入ってたんですって。経営学やめたんですって。거기에이제연극영화과라고하는그게없어서아そこにあの演劇科っていうのがあの演劇研究科っていうのがなかったそうで없어서그학교를부모님한테떨어졌다고거짓말을하고다른학교를갔습니다아そしてそれはあの両親に長男ですけども両親にあの嘘ついてあのダメだったと落ちちゃったと言ってはい그래서네다른학교가서거기서연극전공을했죠そして他の大学に入り直したとそういう過程があります。1년만에다시팬분들을찾아뵐수있어서너무나행복하고요저를잊지않고계속응원해주셔서정말감사합니다오늘이자리가다시더행복한자리가될수있도록더노력하고한국에돌아가서도더열심히하는배우되겠습니다여러분들감사합니다일본이좋은점은오늘도느낀건데그냥사소한거에되게좀친절하신것같아서방금전에도택시를타고공연장에오는데우회전을해야되는데기사님께서우회전을할수가없어가지고뒤로빼후진해가지고다시우회전하시는데오토바이타신분이랑부딪힐뻔했거든요근데그냥서로그냥인사하고그냥갈길가더라고요근데한국에서는그런일이벌어지면싸울법한일인데일본에서는그런일이싸우는일도아니고그냥목매만하고인사만하고지나갈수있다는게참일본사람들참친절하고좀배려심이좀깊구나그런걸많이느끼고맨날돌아갑니다그래서저는일본이참따뜻한나라인것같아서참좋아요자주오고싶습니다정말